ナ古町は、千葉県安房郡に、かつて存在した町である。現在の立山市の北部に位置している。1889年の町村政施行に際して、薙原村として発足。1893年に調整を施行した際に、ナ古町に改めた。1939年、三町の合併により、立山市が発足し、廃止された。 1926年時点の名古町は、東に、国府村、西に、船形町、八塚村、南は北条町、北は山脈を隔てて、滝田村及び八塚村の一部と境を接していた。当時は全町を、名古小原、まさき、亀が、原、高井の五区に分けていた。名古にある札楽山名古寺は、717年に、 行記が回帰したと伝えられる古札であり、中世に始まった坂道33箇所観音巡礼のケチガン寺として多くの巡礼者を集めた。中世、名古屋船形の港はこうした巡礼者や物資の集散地となったと考えられる。江戸時代には門前町の形成が確認できる。江戸時代には名古村の西半分は名古寺の寺領であった。 元禄16年の元禄地震により、名古寺の道東はすべて倒壊した。江戸への出外町などによって、資金を集め、再建が行われた。現在見られる、他方島は、法歴11年完成のものであるが、名古の伊勢や神営門が元首となって、肝心を行い、安防国内の名主らによる、寄進のほか万人口と呼ばれる少額の寄付の積み立てを、原始とし 地元の大工によって建てられたものである。安房軍域の町村制施工事の町村1、北条町に立山町3、豊津村4、西三崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平群、21、一、義原村、後名古町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、朝比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、のち倉町四町、44、健太村村45、千歳村46、豊田村、 47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐郡六61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村、65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、 のちこみなと町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大代巨南町1878年、千葉県に文区町村編成法が施行されると、中村は単独で古町役場を置き、まさき村は、亀ヶ原村と、小原村は、福沢村と連合した。1884年に、古町役場の管轄変更が行われた際に、小原村は、 新名村外七家村と連合した。1889年、町村制の施行に伴い、中村、正木村、亀賀、原村、小原村が合併して、薙原村が成立した。新村発足に際しては、中村が最も著名であるものの、村力が正木村に及ばないとされたことから、旧村名を設置して、奈原、さらにこの文字を改めて、 なぎはらとした。1893年、名古屋は、商店が連なり一市,市街をなしており、また全国的にも著名な町であるとして、調整を施行した際に、名古町と解消した。1897年には、名古観音祭礼が始まる。ナ古門前町の四つの町内で祭礼の際に、用いていた脱詩を、名古寺の縁日に合わせて持ち寄ったものである。その後、 1923年に6町内が脱死5台と屋台1台で参加する現在の形となった。1918年、木更津線安房勝山駅ナコ船形駅間が延伸開業。ナコ船形駅は船形町内に置かれた。翌1919 19年にナコ船形駅安房法上駅間が延伸開業し、同時に路線名が 北条線に改められた。1939年、名古町は、立山北条町、船形町と合併して廃止され、立山市が新設された。1888年に記された文豪取調べ文書によれば、名古村は、商業と、漁業、他の村は、農業が主要産業であった。1926年の安防軍史によれば、名古区は、 古来商業を営んで一市,市街を形成し、他の地区は農業を営むとある。素材が特産品とされ、感謝も汗であることが特記されている。また、副業として、断仙骨の生産が近年盛んになっているとある。房総には、目だけが自生し、内輪に適した蓄材の産地として知られ、江戸時代から蓄材の出荷が行われていた。 国の伝統的工芸品に指定されている、某州内輪の発祥については、その活気をめぐっていくつかの見方がある。某州内輪振興協会は、地方資料商館千葉県観光における、明治10年に、奈古町で、内輪生産が始まり、近隣に広まった、という記述を紹介している。房総町村と人物観光によれば、明治17年に、 名古の岩木総五郎が東京から内輪職人を招き、内輪骨の生産を始めたのが、防臭内輪の起源となったとされる。ただし、当初は、当地で生産したのは、断仙骨だけであり、東京で江戸内輪として仕上げていた。当地での内輪生産については、明治20年頃から、名古の押したり慎太郎が竹を加工した、半製品を出荷するようになったことや、 明治30年に岩木正七が本格的な割木地区の加工、出荷を始めたことをその始まりとして位置づける序述もある。大正12年の関東大震災により東京の内輪生産は大きな打撃をこむったが、某州で内輪を完成品として生産する活気となった。東京の内輪富や横山虎吉は大正10年に船形に移転し、 うち骨から完成品まで生産する一貫生産を開始した。震災後には県による産業育成指導もあり、町を挙げてのうち生産も行われるようになった。これが、防州うちとしてのブランド確率に至った。名古、船形、富浦といった、漁師町では、うち作りが女性の内職として還元された。 町名を故障に含む名古船形駅が存在するが、所在地は船形町であった。こちらは名古と発音する。ありがとうございます。